皆さんこんにちは、カズマです。霊能者画家詩人として活動しております。カメラマンを担当しておりますエイツケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のタイトルは共有と共用ですね。なるほど、共有と共用ですか。うん、どう思いますか。共有はシェア、うん、お互いにシェアっていうんですかね、情報をシェアし合う、いいイメージがあります、うん、いいイメージがね、はい、で逆に共用は押し付けるっていうんですかね、うん、一方的なあんまり良くないイメージがあります。なるほど、はい、で今回伝えたいことは、まあサブタイトルがブレない自分になるということなので、はい、共用されたとしてもブレない、うんうん、でまたは自分が共用してしまう時を共有に変えようねっていうことだと思います。はい、うん、どうですか。ブレない自分になる、うーん、共有されることが、うん、どうしてブレない自分につながってくるのか。例えばさ、何か共有される時ってみんな嫌だなって思ってしまうと思うんだよ、うん、あなたこうしなければいけないよとか、うん、なんかこうあなたこういうことをしないと絶対にダメだからね、うん、みたいな風に強要ですよね、うん、そうですね、される時、うん、こういう時ブレてしまうと思うんですよ、自分が、気持ちがね、うんうん、これって自分の本意ではないと思うんですね、うん、なので自分がブレない、自分をブレないものにしようっていうことなんですよ、うん、で自分が強要された時にブレてしまう時っていうのは自分自身がフラットにない状態だと思うんですよ、うん、そもそも何かにイラついてたり、そもそも何かに悲しんでたりするときに強要されることによって自分がブレてしまうんですね、うん、だから強要されたことによってブレるというわけではなくて、もともと初期微動みたいにブレてるんですよ、軸が、うん、でそれにきっかけを与えられるのが強要だったりするんですね、うん、一つとして。なるほど、はい、うん、だから自分自身がフラットであろうっていうことがまず第一に大事になってくると思います。はい、まあでもそうは言っても、例えばどうしても分かってほしいこととかってあるじゃないですか、うん、恋愛とかね、家族になったり、ね、うん、恋人だったり、うん、はたまた友人だったり、分かってよみたいな時ってあると思うんですよ、うん、どうしてもね、うん、そういう時どうしたらいいのか。分かってほしい時ね、うん、でもみんな自分の情報を共有したいとは思わないはずなんですよ。そうですね、でも共有してしまうっていう時があると思うんですね、うん、分かってよって、うん、でここでフォーカスしてほしいのが、うん、なんで自分のこと分かってくれないんだろうとか、うん、なんで自分のことをもっと配慮してくれないんだろうって考えてる時はフラットではないんですよ。だから共有ではなくて共用になってしまうんですね、自分の心がフラットではない時は。でも自分の心がフラットな時は共用ではなくて共有を扱うことができるんです。それはどうしてですか。それは共用っていうのは自分が理解されないからだっていう否定的な思いから来るんですね、うん、自分が共用してしまう時、うん、我慢ができないんですよ。あー、分かってよ分かってよって、そう、自分がコントロールできなくなってる。そっか、うん、自分のことで手一杯ですもんね、うん、分かってほしいって思いで。そうなんですよ、うん、でここで一番大事なのが分かってもらうことですよね。そうですね、理解してもらうこと、うん、でも共有するときは理解してもらうことが一番に来てるのではなくて、うん、自分の思いをぶつけることが一番に来てしまってるっていうことに気づいた方がいいです。なるほど、うーん、だから自分の言葉を相手に伝えることが一番先決になっちゃってるんですよ、うん、なんで分かってくれないの、もっとちゃんと私に気づいてよ。あ、そうか、その思いが先行しちゃって、そう、本当に伝えたい情報が後回しになっちゃってる。そうなんです。なるほどね、だから言ったら言葉で手を挙げちゃうみたいなことですよね。あ、情報を伝えるっていうよりかはちょっとつつきたくなってしまうって、うん、うん、でも共有したいわけではない、うん、本当の自分の思いをただシェアしたいだけなんですよ。そうですね、そう、そ
そこに落ち着いてフラットになると、うん、共有になることができるかなと思います、うん、はい、あの多分僕って言葉の言い間違い結構あると思うんで一回一回止めてほしいですね。わかりました。編集大変なので。そうですね。特にね、共有共用なんてね、うん、こんがらがってきますから、うん、何回も言ってるとね、はい、今の話を聞いてどうですか。今の話を聞いてそうですね、うん、じゃあどうやったらブレない自分になるのっていう話になってくるのかなと思うんですよ。そうですよね、うん、まず大事なのがいつも言ってる通りに、うん、共有したいのか、うん、共用したいのかっていう単純な問いを自分にかけてあげることが大事なんです。あ、この情報を相手に伝えたいのか、それともただこの分かってよっていう気持ちを相手にぶつけたいのか。そうなんです、うん、でも結構分かってよって思いをただ相手にぶつけたいって方多いと思うんですよ。あ、まあ余裕ない時なんてね。そう、余裕ない時とか、うん、なんであのうちの妻は分かってくれないんだろう、なんで私の旦那は分かってくれないんだっていうね、鬱憤を晴らしたいわけですよ。そうですね、うん、鬱憤を晴らしたいんですね。そうか、ストレスをぶつけたい。そうなんですよ。あ、なるほどね。ストレスを発散したいか。ここまで来ると、うん、自分の情報を相手に共有したい共有したいとかじゃなくて、うん、情報じゃなくて鬱憤を晴らしたいに変わってきてるんですよ、うん、だから鬱憤を晴らしても何の意味もないことに気づいてはいるんですけど、うん、ああ、そうか、情報が伝わってないですもんね。そう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 、うん、情報うんぬんじゃなくて、うん、なんでわかんないのってちょっと相手に、なんだろう、見てほしいんですよ、自分を、うんうん、そっちが重きになってしまってるっていう、うん、伝えたいんだけど感情が先行しちゃう。そう、うん、でも一番大事なのは自分が持っている情報を相手に伝えることですよね、うん、でそこで共有してあげる、うん、自分の思いを、うん、自分の情報を相手に優しく伝えてあげることによって、うん、その鬱憤、ストレスの、うん、あの根幹の部分が徐々に和らいでいくんですね。うん、だからちゃんと理解しなさいよって言ったとしてもその根幹の鬱憤は晴れないですから、うん、ちょっと長いスパンになっちゃうんですけど、最初は共有をしていって自分の気持ちをシェアしていく、うん、で自分の伝えたいものをシェアしていくといいのかなと思います、うん、まあそうは言っても、共有されちゃう時ってあると思うんですよ、うん、相手からその押し付けられる、うん、分かってよ分かってよみたいな逆パターン、逆パターンあると思うんですけど、そういう時はどうしたらいいんですかね。他人から強要されてイライラしちゃう時っていうのは、うん、自分の中にプライドがある時なんですよ。ほう、そう、ほうほうほう、自分の中にプライドがある時、うん、自分より相手よりも自分の方がすごいんだぞとか、うん、自分の方が正しいんだぞっていう、こう柔軟ではない、うん、または硬い思考が自分の中に、うん、こう渦巻いてる時に相手を否定したくなってしまうんですね。ああ、受け入れたくない。そう、受け入れたくないんです、うん、だから自分を理解してよとか、なんで私のこと理解してくれないのとか、そういう気持ちが先行してしまう時っていうのはプライドがあるから、うんうん、私こそ理解されるべきだとは思ってはないと思うんですけど、うん、こう嫌なネガティブな方向で自分を優先してしまうんですよ、うん、優先せずにはいられなくなっちゃう。これがあると他人から強要されるときにイライラしてしまうんですね、うん、でも逆に自分の中にプライドがなければ強要されたとしても強要に感じないんです。それをさらっと流すことができるんです、うん、じゃあ自分の中にあるプライドってどうしたら拭うことができるって話になりますか。そうですね、ちょっと行き過ぎました。ちょっと行き過ぎたかもしれないですね、うん、なんかそのね、自分の中にプライドがなければ、うん、その強要されたとしてもそれを流せるって言ったじゃないですか。そう、でも実際問題ガチャガチャ言ってると思うんですよ、うん、そのね、現場っていうか、はい、その状況は、うん、そういう時ね、そのスルーしたとしても、ね、自分がスルーしただけで状況は変わってないと思うんですよ、はい、うん、でこの時に、うん、自分の中にプライドがなくなると、うん、そこの隙間に何が入るかっていうと、うん、愛なんですよ、うん、ほう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 、
ちょっとスピリチュアルな話になっちゃうかもしれないんですけど、愛って状況を変えるんですよ。恋愛関係で多分例えるとものすごい分かりやすいんですけど、うん、なんか愛がなくなったなって感じる時あると思うんですよ。愛がないなって時はこうなんだろうな、何も起きないような喪失感があると思うんですね。うん、でも愛があるなって感じるときは満たされてる感じがあると思うんですよ。うん、物事が進むんですね。ああ、じゃあその愛があれば、たとえ相手がなんかそのねガチガチ言ってきても、そう解決策が見出せるんですよ。解決しようしてあげようっていう気持ちになれるのか。そう、そっかそっか。愛っていうのは生きているっていう性質を持ってるんですね、うん、だから物事をうまく運ばせる性質があるんです、うん、でもプライドがあると愛の居場所が心からなくなってしまうので愛がいなくなってしまうんですよ、自分の心から。ああ、そうか。だから相手を受け入れることもできなくなっちゃう、うん、どうですか。納得です。納得ですか。はい。じゃあプライドってどうやったら自分の心から追い出せるのっていうことになっちゃうと思うんですよ。うん。じゃあまずプライドは何なのかってちょっともうちょっと話詳しく話したいんですけど、はい、プライドってなんだろうな、プライドって聞くと逆にいいですけどどう思います？プライドって聞くとどんな印象を持ちますか？2種類あって、うん、いい側面だとプライドがあったらその頑張るぞっていうんですかね、なるほど、負けないぞみたいな、うん、そういう踏ん張る力になるのかなって思ったりします、うん、で逆にそのプライドがあると悪い側面か、うん、悪い側面は相手のことを拒絶受け入れられないっていうんですかね、なるほど、鼻にかけるっていうんですかね、うん、自信にかかってくるのかな、うん、プライドっていうのは、うん、はい、お前のことなんて知らんみたいな、素晴らしい、お前の言うことなんて知らんみたいな感じになるのかな、うん、素晴らしいですね。あ、本当ですか。うん、一つちょっと付け加えたいのが、英介が最初言ったプライドがあることで踏ん張れるっていうのは、うん、それプライドじゃなくてプラウドっていうんですよ。プラウド、誇りなんですよ。おお、自尊心じゃなくて誇りを持った方がいいんですよ。なんか誇りってプラウドっていうんですね。そうなんですよ。へえ、知らなかった。そう、だから自分を、うん、なんだろうな、嫌な風に尊敬する心じゃなくて、うん、自分の気持ちを誇りに思う愛ですよね、うん、そっちを持つことによってプラスに働くってことなんですよ。でもさっき、うん、プライドについては、うん、エースケが言ったその通りですね、うん、相手を受け入れられないんですよ、受け入れたくても、うんうん、怖いとかね。ああ、そうか。じゃあそのプライドの意味を履き違えちゃいけない。そうそう、履き違えちゃいけない、誇りと勘違いしちゃいけない。そう、うん、これがなきゃ私は私であることができないんだとかね、うん、それは愛で誇りで存在させたらいいわけなんですよ、うんうん、なるほどね。そう、愛は柔軟ですからね、うんうん、納得。じゃあちょっと話を戻すんですけど、うん、強要ではなく、共有にしたいときは何を意識したらいい？うん、その共有したいときっていうのは、うん、相手も自分も心地いい状態でありたいっていうことだと思うんですよ。そうですね。だから相手にも自由を与える、選択肢を与えるってことが大事なんですね、うん、もし自分が何か情報を与えたいとき、うん、自分の上に、自分の手のひらの上にボールがあることをイメージしてほしいんですね、うん、はい、これが情報です、はい、でこの情報を相手が取るか取らないかを定めることができるっていう状況、環境を作らないといけない。相手が取るか取らないかの選択の自由を与えるってことですね。そうです、うん、逆に言うと強要はこのボールを時速100キロで相手に投げつけることですね。とんでもないですね、うん、お前受け取れって。そう、いや受け取れじゃないんですよ、もはやもう怪我しろなんですよ。この情報を使ってお前なんとか怪我しろって。そう、でそこに受け取れじゃなくて怪我しろ、うん、見たか、これが私の思いだ、プライドですよ ね、 これね。ああ、なるほどね、確かに。そう、それは良くないわ、うん、ここまで来ると自分が理解されるされないとかも、いやこんなやつに理解されたくないわって思ってることこそがプライドなんですよ。あ、本当は理解されたいのに、うん、理解されなくていいやって思ってる。そうか、プライドが邪魔しちゃって共有が強要に変わっちゃう。そうなんです、うん、これはちょっと
痛いですよね。これはね、うん、対人関係においてね、はい、うん、大変ですね。でちょっと補足をしたいんですけど、はい、手のひらの上にボールを乗せて相手が取りやすい状況、うん、取れる自由を作るって言ったんですけど、うん、この時にこのボール取らないとあなた明日どうなるか分かんないよっていう風に取らざるを得ない状況を作らないことが大事ですね。脅しみたいですもんね。そう、うん、だから限りなく相手の自由を尊重してあげるんです、うん、そうすると自分の気持ちも相手の気持ちも、うん、あのいい気持ちで情報が共有されますよってことなんです。なるほどね。そこで理解されるか否かは自分の中のプライドがなかったり愛の大きさだったりするんですよ、うん、そういうふうに情報を共有していくといい流れになっていくっていうことなんですね。なるほど。相手に自由を与えるっていうのが大事っていうことは分かったんですけど、まだちょっとプライドについて分からないです。なるほど、うん、ただまあ次回の動画ではいプライドお話しましょう。わかりました。うん、まあ、本日も16分とあっという間でした。あっという間でしたね、うん、ありがとうございました。ではまた、うん、次回の自動あっちゃいましたね。あっちゃいましたね。交通事故ですねはい、意思疎通を共有していきたいですね。また次回の動画でお会いしましょう。共有。